部屋には1万弱のつづら折り、この雪道をかつていくつかの歴史が踏みしめていった、カルタゴのハンニバル、グランサンベルナールを見たナポレオン・ボナパルト、その他あまたの英雄たち、今もうっすらと残る追憶のわらじを指の腹で例えば、アルプス越えは征服者の勲章、幾重にもつづらに連なるアルプスの頂き1万弱、その小槍を一つ越えるために指折り数えて握ったこの右手は、だからきっと固く握りしめられているに違いないんだ。今ならあなたの名前を入れてさらに鍵へもう一つサービス中。誰かが言った夢は髪の毛に似ている、美しく、そしておぞましい。紹介するよ、ギリシャ悲劇からの交換留学生、ポリケインです。わあ、ポリケインです。渦中の女、渦の女、つまり渦目というわけだ。人と神とがエンゲージして国生みだぞ、ザレ事だ。それをザレ事か神の御事なりか決めるのはいつだって匿名希望の顔なき声だぞ。無理だ、産みます、人払いを。影ゴロンとその身を隠す梅雨払いに、お人払いの影。気をつけなよ、モズヒコ。名前は、コトダマ。迂闊に扱えば、火を吹くぜ。俺の会がする人と違うぜ。いいんだよ、キッチャーのクールのと客前に行きたいろん。アウフヘベンした舞台は、ライブなんだから。ラウコー先生、はい、まさにか、着地定規の三拍子。そのグルーブに任せて書き回した右手が今、ぬかるこの思想から、一つまみの遺跡を発掘しました。え、これぞ、ぬかりこぎ、ぬかりこぎ。お前さん、ヘビだ。私はマユコ、マユにくるまること書いてマユコ。影をくれ、俺の影、俺の姿を隠して、俺専用の、俺の名前入れの影。さらおいでらーい、くらーいにらーい、月に狩りの夜、鼻歌の主は一限限りの大型新人歌手、流しのニューカマー、サザリです、マドラ姫様。鼻歌でご機嫌ね。はい、真っ暗。真っ暗ただの枕じゃございません。究極の眠り、究極の闇、真っ暗闇へと誘う、これぞヒプノスの枕。ヒプノスの枕、それは誰事だ。神はいない、いないからこそ神なんだ。なるほど、それがあんたの悪夢なんだね。え、実況は私カナンがお伝えいたしました。ミッドナイトコール、こちらマダラの姫。もしこの声がダメだ。アルチュール・ランボーのしおり、引用いたしました。アルチューと闇チューのブレンドはほどほどにしておけな。不満か、許されることが。不満だ、俺は卓球に失敗した。私には行く場所がない。そして今日また新しく一体の長寿が届いた。俺はね、どんな甘美な夢の中であっても、滅ぼされたあの町、トロイアの民衆を忘れることができない。俺はラコン、真実の人、たとえこの身は二年室でも、この記憶は一子そうで。くんくん、うん、こっちの闇の方が深そうだ。どれ、もう一歩。こら、オップを使えたら。いるぜ、いるいる、この世のシナリオだったが、マダラ姫、その髪の毛が耳元で囁いている。髪の毛、ゴニャゴニャゴニャ、見えるか見えないか。そう、新しき専属のシナリオライターは、名もなき狂った王、闇の中に住む存在しない、存在してはいけない鳥、その